こんにちは、門前整体水野です。実はね、これね、休憩に動画を撮るんですけれども、なんでかって言ったら、この4月の21日に僕、岡山県に行くことになってるんですね。まあ、呼んでいただく方がいるんですけれども、それで帰ってくるんだったら、岡山だけをまた楽しむんだったら、僕の、なんていうの、旅行したい感が少ないので、そのまま、21日の夜には、山口県、山口、新山口のあたりに一泊しようと思ってます。で、そこで美味しいものを食べようかなと思ってます。なので、山口でやってほしい人いたら、30分1万円になるけど、ホテル探す、まだ実はホテルも取ってないんだけれども、やってあげるよっていうのと、次の日に、文字の方まで足伸ばそうかなと思ってます。文字港とかさ、ちょっと見てみたくない？で、電車で調べてたら、新幹線でも30分くらいなので、文字にちょっと一泊しようかなって考えてます。なので、文字の近辺の人を22日の日に、声かけてみてください。その辺うろちょろしてます。だから九州まで先生、文字だったら先生九州のから俺行くわっていうそこの変態さん。そう。湯布院の近くの人ね。本当はね、どこでもドア切符が発売されるからそれで行こうかなと思ったんだけど、あんまりもう料金もそんなに変わんないし、ちょっとそこまで行っちゃおうかなって思ってます。まあ変更するようなことがあったら、かもしれないので、まだとりあえずね、岡山までのチケットも取ってないので、それを取ってからね、やってみようかなと思ってます。とりあえず21日は山口県に行きます。岡山に行った後に山口県まで行きます。夜は山口に行ってるはずで、22日は文字の方に行ってるはずで、23日はもうね、シュッと帰ってこようかなって思って、早めに帰って疲れ取ろうと思ってます。なので、21日は山口、22日は文字、行く予定です。未定なので、誰もいなかったら行かないかもしれないから、とりあえず連絡だけしておきます。その地域の人、来てほしい人がいれば、ぜひ動画チェックよろしくお願いいたします。以上、門前整体水野でした。